ワンポイントアドバイスなんですけれど、いきなりですね、唐突にこうやってスッとパスされると、ちょっと動作がしづらかったりするかもしれません。なので、はい、こんにちは、中川です。今回はですね、味方の選手にですね、レイアップシュートを打ってもらう時の、パスの出し方、そして出すポイントですね、これの大切なポイントをですね、ご紹介したいと思います。でこのようにですね、2線を作って、こちらが右のレイアップをチームメートが打とうとしているときに、まあ、最初いいパターンとしてはこのようにしっかり相手が、受け取りやすいパスですね。で基本的に走り込んでいっている流れなので、その人が今そこにいるからといってそこにパスを出しちゃうと、もう走り切ってしまってボールが進む方向に対して後ろ側にパスをすることになるので、それを見込んで、ある程度空間、前の空間に投げるってことですね。でこれをやっぱり試合の流れの中でとっさに、あ、見えたと思って出した時にはちょっと後ろだったりとか、そういうことがあるので、なるべくそれを先を想定してですね、どれぐらいのスピードで走ってて、どの辺にボールを落とすといいかってことを、想定しながらパスを出してみてください。でここでワンポイントアドバイスなんですけれど、やっぱり相手も、キャッチと、ステップを踏んでそこからシュートっていう、いろんな動作をいっぺんに行うことになりますので、いきなりですね、唐突にこうやってスッとパスされるとちょっと動作がしづらかったりするかもしれません。なのである程度キャッチして動作に入りやすいようにスポットにあのようにバウンズパスをしてあげるのが、経験上最もプレーしやすかったりしますね。はい、ですので、それをぜひ意識してもらいたいですね。でパスっていうのはやっぱりその受けた人がその後のいろんな動作ですね、シュートだったり、ドライブだったり、そういったことが、しやすい状況でしてあげるパス、これがとても親切で、味方をグッドプレイヤーに引き立てることができますので、ぜひですね、そこを意識されてみてください。それでですね、今回はチームメートへの、パスのワンポイントアドバイスということでさせていただきましたが、この動画の説明欄にですね、試合で使える4つのドリブルムーブというものをご紹介させていただいております。ぜひですね、そちらの登録フォームからこの動画をゲットしていただいて、あなたの大切な試合でご活用いただけたらと思います。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。